何万ダブス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 皆様ようこそお参りくださいました。本日もさくらん坊の仏教部屋でございます。今回は10項目の第4番目でございます。新鸞会協議の中で最も問題とされる善の勧めについてでございます。前回も善人類は悪人だという問題とも関係しております。 ュンさんの非難に対する新覧会の反論がとてもユニークでございますので、ぜひご期待いただきたいと存じます。最近おすすめ動画の中にですね、渡辺さんの動画、鳥井良健さんありがとうというのが上がってまいりますが、最近の新覧会さんというのは鳥井良健さんを頼りにしてるのかなぁと思いましたね。しかし鳥さんという方はですね、祝前のありなしを果たせず、 というごもですね祝禅を求めよと解釈する方でございますのでね視聴者の皆さんはそこら辺よく考えながらご覧いただきたいと存じます今回 Facebook と X で本願寺派の皆さんにご質問です本願寺派ではシャクソン・から主シ僧親鸞・聖人・レニ聖人、すべ全ての方々は親善に 文法を筆頭ご商業書殿など祝膳は求めてなすものであるこれは丸ですかツですかという質問をさせていただきましたまず X の方では丸であるが2 5 8ツであるが74.2%という結果が出ました 全部で31票いただきました。誠にご協力ありがとうございました。一方、同じ質問を Facebook でさせていただきました。実に20数件にわたるコメントをいただきました。そしてその全てが罰であるという答えをいただきました。まあ、X はですね、匿名性が高くて、本幹事派以外の方も、まあ、つまり、親鸞会の方も含まれている可能性があります。 しかし、Facebook は日頃投稿を拝見させていただきましてね、えー、信頼のできる方々ばかりでございますのでね。その中でも、安先生からいただきましたコメントが模範回答でございますので、ここにご紹介させていただきたいと存じます。×ですね。善や修行を成せない私のために、 宝蔵菩薩がそれを成して完成したのが名も阿弥陀仏という名号で、それを、ああ、そうだったんですね、と聞き受けて、新人。救いが定まるわけですから。救いに関しては全く不要ですし、どの道末通る善は成せないのだから、救いとは無関係ですよね。仏教徒として教えを聞く文法や、 他者をできるだけ幸せにするための行動をしようとするのは当然のことですがこれも価値観というか方向性としてあるだけでしなければ救われないぞというものではないと思いますむしろご商業の独自観察礼拝聴明、三段供養については信州門とは 信人の生活の中で普通にやりながら味わいを深めてますよね。これによって救われるのではなく、救われた人生を歩みながらしていることだと思います。独自、毎日のお勤め、観察、お仏壇のご本尊を見る、礼拝、合唱、礼拝、商名、お念仏、供養、 お供え、えを整える。これ全てお仏壇の前で信州門徒が自然にしていることです。修行だとも何とも思わず救われている生活の中でしていることですね。新人をいただく前に何かしなければならないというのは一見かっこよく救いようを説いているように聞こえますが。 救われないぞと説いているのだと思います。字も読めず、善行も修行もやりようがない死生の人々のもとに、お山から降りて救いを説いた法然様や親鸞様とは真逆の説教です。そして私が尊敬します前世などは、もし、 大原和はがこのようなことを説いているのであれば、それは大原さんが間違っているとしか言いようがありませんね。とおっしゃってくださってます。不どの善を言うならば、それは自力心であり、否定されている。いわゆる、凡ん人伝の所伝、人伝の過法もしは因、もしはか、皆これ天道、みなこれ小ギなり。このゆえに、 不実の功徳と名付くというご問を挙げて完全否定をしてくださっております。つまり、鳥良賢さんのお釈迦様から蓮女商人に至る全ての人々は信心逆徳の前に祝禅は求めてなすべきであるという教えは本願者の教えではないということです。さあ、それでは。 第4問目「逆進のために善は必要か?」言ってみたいと存じます「親鸞会との問答逆進のために善は必要か?」「悲運から親鸞会への協議非難」「4」「逆進のために善は必要か?から新蘭会への非難」4「親鸞承人念仏一つ」「逆進に善は不要」 高森会長、善をしなければ絶対に逆進できない。これに反論した親鸞会の回答「検診、平成24年8月号」問い「親鸞上人は念仏一つで助かる」「逆信には善は不要」とおっしゃっているのに「善をしなければ逆信できない」というのは間違いだという人がありますがいかがでしょうか答え 親鸞承人は信心一つで助かると言われています。逆信には禅は間に合わぬから捨てよとは徹底して教えられていますがどこにも不要とは教えられていません。捨てよと不要との違いはハケとハゲの読み違いどころではありません。毛のあるのとないのとは 全く逆でで大違いだからです注意しなければなりません。これに反論した回答。悲運からの反論。問い。親鸞承人は信心一つで助かると言われています。逆信には善は間に合わぬから捨てよう。とは徹底して教えられていますが、どこにも不要とは教えられていません。答え。 極重悪人唯異生物、昇進下もう知らないのですかこのもとは原神相図の極重の悪人は他の方便なし、ただ人物を少年して極楽に往生することをう、往生要衆です。また連如商人も極重の悪人は他の方便なし、ただ 身だを称して極楽に称ずることを得よと言えるもんの心なり、称信下いと教えられています。極重の悪人は念仏以外の方便、かっこ善はない。ただ念仏して極楽に往生できるのだ。つまり、逆進往生に善は不要ということですが、 電磁式型ののを否定するのでするでか難しい商業は読めなくても小心下ぐらいは読んでおいてください。はい極重悪人由生物かっこ小心とは救われたならば念仏だけということでそこまで導く善は必要です。「単に抄」の「本願を親善」には他の善もうにあらずと同じことで。 新衆の学者が誰も反論できない、他に賞を開くには、三田の本願を信じ救われた者は、三田より賜った念仏で、王女欠定の大満足を得ているから、王女のために善をしようという心は、微塵もないということである、と解説されていますよ。答え、ここだけで高森会長が、 アミブスの救いいに極めて疎い人物とわかります悪人である下ンの王女について法然上人は分かりやすくこの下三凡は平常の時ただ悪語をばかり作って浄土王女を求めないけれども臨終の時になって初めて善事式に王手すなわち王女を売る戦略本願念仏宗 と解説なされていますこの下三本は平常の時ただ悪語ばかり作って禅もせず浄土王女を求めないけれども臨終の時になって初めて禅知式にあって往生を売るということです。救われるまでに禅は不要ということが本願を神善には 他の善もようにあらずです信州の学者から「我らの相手にあらず」と失笑されていることを知りましょう。とい「錬如上人は方便を悪いということはあってはならない。方便によって真実が表され真実が明らかになれば方便は廃されるのである。 方便は真実に導く手立てであることを十分に心得ねばならない。阿弥陀如来釈尊良き死の巧みな手立てによって私たちは真実の信心を得させていただくのであると仰せになりました。五一大聞き書きとおっしゃっているように方便からしか真実に入れずでしょう。それなのに。 念仏が方便の理解が根本的におかしいですね。練乳商人がおっしゃっていることは「権家方便」を捨て「善行方便」を立て善行方便によって真実の真を得られるということです。善行方便とは「真・方便異形をもってあゆい落ちに至る。 ビッパシャロンとあるように十八眼他力念仏のことです。親鸞聖人も十八眼他力念仏について解説なされた「協業親書新刊」でその真実の信心を広く明らかにすることは釈尊が主情を憐れむ心から 起こされた優れたお導きによって解き明かされたものであるとおっしゃってますゴンケホベンとは浄土の陽門ホーベンゴンケを見返す虚偽心称をシンドカンとあるように十九眼浄三二前のことですあなたの言葉を正しく修正するならば 善業方便の念仏からしか真実報道には行けずということです。はい、練乳商人は造業を捨てよと繰り返しおっしゃっています。造業をしていない者に対して、造業を捨てよとはおっしゃっていないから、造業である善を勧められていることになるでしょう。答え。 あなたの理屈なら、造業であるご造業をしていない者は、まずご造業をせよということですね。タバコを吸うなと言われて、タバコを吸っていない人がタバコを吸ってからやめる。自殺は絶対にやめましょうと言われて、自殺をしたことがない人は自殺をしてからやめる。というバカな発想をする人はいません。 造業をしていない人に対しては、まず造業をせよ、とおっしゃった言葉はありますかはい。親鸞上人は、臨終厳禅の癌により、釈迦は諸前をことごとく、勘業一部に表して、嬢さん初期を進めけり、浄土はさん、とおっしゃっています。釈尊は、漢無領主教を通して、逆信のために、 譲前をすべての人に勧められていると親鸞承人は教えられているではないですか。答えしっかり読んでください。譲前初期を勧めけりです。譲前初期に対して譲前を勧められたとおっしゃっているのですが何を勘違いしているのですか何度も言ってきたように「逆悪の気」に対する譲前初期です。 法然上人の善人を勧め賜えるところをば、善人の分とみ、悪人を勧め賜えるところをば、我が分と見て、直衆五殿、尊覚上人の上魂の木には諸行を授け、下魂の木には念仏を進む、寿名書と同じことを親鸞聖人がおっしゃった根拠です。 はい、状産初期を進めけりであって、状産初期に進めけりではありません。状産初期を進めけりとは、状産初期になるように進められたということで、逆進のために全ての人に善を進められたのではないのですか答え。同じ浄土和さんに、死神信行欲勝と、十方勝負を進めてぞ。 とあ,りますあなたの理屈ならば「実法将になるように勧められた」となりますがよろしいですかままずは古文の勉強をしましょう。なお下輩である「逆悪の気」について禅道大師は「仏法につけ世間につけいずれの伝言もなくただ悪を作ることだけを知っている」関無領事教書。無教 と、されています。前言あることなしですから、常産書記になれないものが逆悪の気ですい。しかし、シャクソンは、真相類列の偉大家に、常前を勧められているではないですか。偉大家は常善をやってみて、善のできないことが知らされて、救われたのではないですか。答え。 勧められたのではありません偉大家が「でも世尊が世を去られた後の世の人々はさまざまな悪い行いをして良い行いをすることがなく多くの苦しみに責められることでしょう。そういう人たちは一体どうすれば阿弥陀仏の極楽世界を見ることができるのでしょうか?カムリジュ教」と釈尊に「こうだから」 がを説かれたのですこれを禅道大師は「上禅語の一問は偉大家の知性にて官無量授教書」と教えられましただいたい上禅をやってできなかったからといって上禅よりも簡単な三禅さえもできないと知らされるはずがないでしょう。微分積分の問題が解けなかったら 多し算の問題も解けないと知らされますかとい禅道大師は漢無領事教について「定めて凡夫のためにして商人のためにせず漢無領事教書」とおっしゃっています。「商人という善人ではなく凡夫という悪人のために城さん二善を解かれた」と明言されているではないですか。答え 善人悪人の定義については以前に示した通りですが善道大師が「凡夫のためにして」とおっしゃった意味は今の時の善悪の凡夫かっこ官務領事教書です凡夫イクオール悪凡夫ではありません凡夫イクオール善凡夫プラス悪凡夫です善凡夫に善を説かれ 悪文部に念仏を勧められたということを法然上人親鸞上人尊覚承人のお言葉を示して説明してきましたがまだわからないのですかといもろもろの仏方が教えられていることを簡潔にまとめられたのが「主悪幕差」「修善奉行」「自条五位」「是書仏教」「七仏数回下」です。 諸仏方が善を進めておられるのに、それを否定するのですか答え。あなたの師匠は、比叡山が法然上人を非難した内容そのままです。実際、延暦寺僧城には、私仏通会家が出ています。親鸞上人はそれに真っ向から反論されていますが、ご存知ないのですか親鸞上人は、 念仏と書伝と比較なされて書物方の教えを「官武官隊」「協業新書行官」と断言なされました念仏は十方の書物が進められる法であり書伝には書物の進めはないということですさてあなたは比叡山の主張と親鸞承人の仰せとどちらを 信じるのですか問い親鸞聖人は総じて八万四千といわれる釈尊の教えは皆浄土の教えに導く方便としての善なのであるこれを羊門と言いいこれを羊門と名付けるのである中略この羊門羊によりさまざまな主張を導き育んで 阿弥陀仏の本願、すなわち一条遠慮無下の真実苦毒の大崩壊に導き入れてくださるのであるから、一年多年証門とおっしゃっているように、すべての人に浄土の方便の善を勧められているではないですか。答え、全く逆です。浄土の方便の善、要門、家門より、 本願一条遠入無下真実駆逐大法壊に入るように教え進められたということです。もちろん、浄土の法弁の善、陽門、家門に迷っている人に対してです。本願一条遠入無下真実駆逐大法壊である十八願を願い求めている人に、浄土の法弁の善、陽門、家門、 を進められたという解釈はどこの世界の文法を使っているのでしょうか十九眼に十方主上と誓われているのだから善が阿弥陀仏の救いと関係がないはずがないでしょう。答え十方主上とあるからすべての人に関係があるという単純思考でしょうが十方主上 というお言葉は法華経、華厳経、般若経、涅槃業等の小道門書への経典にも出てきます。ここから釈尊が十法主条に向かって小道門を解かれていることがわかります。あなたの理屈なら小道門もすべての人に関係があるはずです。まずは小道門から始めるべきです。問い シャクソンがおっしゃった十法主条の話ではなく本詩本仏の阿弥陀仏がおっしゃった十法主条の話をしているのです阿弥陀仏が十九眼で全ての人と誓われたのが間違いだというのですか答え間違いです信鸞承人は十八眼のよい女五虐誹謗消防について五虐の滞在を犯す罪人を嫌い 正しい仏法を誹謗することの思いとがを知らせようとしておられるのである。この二つの罪の思いことを示して、全宇宙のすべての首相が皆漏れず浄土に往生せよと知らせようとしておられるのである。孫悟心臓名門と教えられました。十八眼には、優一五虐誹謗昇謀とあるから、 十方一切の主情皆漏れずなんだとつまり由異女互逆誹謗消望のない十九眼は十方一切の主情皆漏れずではないということです。問い親蘭上人は十九眼の十方主生に漏れている者がいるとまではおっしゃっていないではないですか。答え前にも紹介しました。 臨終厳然のがんにより、釈迦は初伝をことごとく、官業を一部に表して、上三初期を進めけり、浄土和さんに、臨終厳然のがんの大気は、上三初期とおっしゃってますよ。逆悪の気は漏れていますが、とい。 それではまるで善をすることは逆進の遠回りになるみたいではないですか。答え、よくわかりましたね。善人なおもって王女を研ぐ、祝いわんや悪人親、丹次郎は、善にこだわっている善人、ジョーさん初期でさえ王女をできるのだから、ましていわんや、善にこだわらない悪人、かっこ逆悪の木。 はなおさら往生できるということです新蘭聖人の自家の言葉ではそれは参拝久本の木が常禅三禅を治め方便けどである華万貝に往生する遠回りの禅の教えである教教神章神漢です十九巻常三二禅では 王女できず、家土王女となり、迂回の善だ、ということです。とい、善をしなくてもいいのなら、悪をすれば救われるのですか答え、親鸞会らしい短絡的な考え方です。練乳商人の愛読書であった、安心結成将に、下凡下生の失念の少年に、 具足することは、さらに気の願行にあらずと知るべし、宝蔵菩薩の五皇長彩の願行の、凡部の願行を上ずるゆえなりとあります。五逆の者が臨中の心のこもらない念仏で往生できるのは、主上の願と行によるのではなく、 造菩薩の五皇周囲の願と調彩用語の行によるからだということです。善をすればもう、悪をすればもう、自分の願ん行を加えなければ阿弥陀仏は救ってくださらないと仏教を疑っているのですから救われるはずがないです。問い私たちは善ができるとうぬぼれているから。 実際に善をやってみて善のできないものと知らされる必要があるのです。答え、完全に破綻した論理です。例えば、善財産を財政して知らされることは、善財産を財政することができたという事実です。財政をして、財政のできないものと知らされることなど、永遠にありません。 証人がうぬぼれているとおっしゃったのはこの煩悩を離れない偽りの自力の善で阿弥陀仏の浄土に生まれることを願っても決して生まれることはできない。教業新書「神官」とあるように所禅を実践して報道往生できるとうぬぼれている人のことです。 法蔵菩薩と同じ善をしなければ同じ報道には行けませんが法蔵菩薩と同じ善ができないと思う人が親鸞聖人の教えを聞いているのです。もし法蔵菩薩と同じ善ができると本気で思っているなら親鸞聖人の教えを否定するでしょう。問い 心の底では真実の善ができると登れていますので、善を実践することで、増読の善しかできないと知らされるのです。答え。増読の善ができるならば、仏法、世俗の二種の善言あることなし、か無量受教書、と解説なされているところの逆悪の気、悪人、 ではありませんもちろん逆方の木極潤の悪人でもありません我々は造毒の善ができないのにできるとうのぼれている悪人なのか造毒の善ができる上三初期の善人なのかどちらなのですかなお親鸞上人はまた 無寿教に説かれる「上禅三禅」を納める者について極めて罪や重い悪人はただ念仏すべきであるとおすすめになっているのである「教義を信化身信度官」とおっしゃっています「上三書記も極重悪人も禅ができてもできなくてもうぬぼれていてもいなくても」 ただ御座を称せよとしか教えられていません。問い、仏教の根幹は因果の道理だから、善因善か悪因悪か、自因自家を信じて光に向かって進まなければ救われません。答え、あなたの言われているのはけどの因果です。在福の因果を信じて善をするのを三善と言います。 しかしそんな人は「在福信ずる行者は仏知の不思議を疑いて議場を待遇にとどまれば参謀に離れ奉る彫像松和さんと「けどにしか行けない」と厳しく戒められています。親鸞上人が教えられたのは「法度の因果」「正信家」です。 造菩薩の調査用語の修行による功徳を十法主生が受け取って報道往生をする高森会長の言う「他院家を「仏知の不思議」と教えられているのですさあ皆さんいかがでございましたでしょうか新鸞回答鳥良健さんの主張する「 お釈迦様から練乳商人に至る全ての方々は、神前、信心逆徳の前に祝禅は求めてなすものである、というこの見解は、本願寺派の教えでも、親鸞聖人の見教えでもない、全くの邪気である、というのが、これでお分かりいただけましたでしょうか。 いろんな動画を見るのも結構でございます。しかし、その中には親鸞承人の見教えだと偽って、このような全くな邪気を解く、そんな動画もありますので、どうぞ皆さん気をつけてご覧いただきたいと存じます。本日は誠にありがとうございました。何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打ツ